本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文芸春秋がお送りしますオールの小部屋,小部屋皆さんこんにちは前回の三四月合併号のご紹介からずいぶん時間が空いてしまったんですけれど 改めまして今回は編集部の八重馬さんをまあ、お招きしてというと変ですけど <laughs> 小部屋ですかね,あのね前回の若手最年少部員島田さんの一押し記事企画はこれですというのを伺ったその企画の続きでございます今回は逆にベテラン編集部員八重さんの一押し、はい、これだけはぜひ読み逃しなく読んでいただきたいというものを伺っていきたいと思いますが、はい なんといっても、ですね。今回の号は第百七十回直木賞発表ということで、川崎明子さんと牧名学さんの受賞のお祝いの特集が盛りだくさん。八重間さんといえば、もう皆さん、リスナーの方、ご存知の通り、長く牧名さんの担当者として知られている存在です。そうなんでしょうか、はい <laughs> う。長いのと、私は非常に運が良くて、牧名さんが。 文芸春秋に原稿を書いてくださるタイミングにうまいこと人事異動でちょうどその該当部署にいるっていう,う、ね、タイミングがいい。うちの会社はですねこれも皆さんよくもご存知だと思いますけど <laughs> 人事異動が大変多くて3年とか4年ぐらいのタイミングで長くても今4年ぐらいですかね皆さんいろんな部署をどんどん転々としていくんですけどマキメさんもですね必ずしもたくさん書く。 いいっぱい書く早く書くという書き手ではなくてそうです、ね、文春の番っていうのがやっぱ数年に1回ぐらいもちろんね他の会社でもたくさんお仕事してらっしゃるから回ってくるわけなんですそういう時に必ず八馬さんが文芸の部署にいてあるいは連載媒体の部署にいて原稿をもらう係になっていると牧芽さんからは何を書いても八馬さんが持ってくって <laughs> ぼやかれたこともありますね今回のね8月の御所グラウンドも 足掛け取材の長さで言えばもう6年とか7年とかそうですね12月の都王子かけ路と8月の御所グラウンド両方とも非常に着想は早かったですね、はいはい、時期からありましたけれど12月の都大路に関しては駅伝の取材をまずしようと、はい、本当に駅伝の試合をこう順番に見に行って <laughs>、ね、地方予選から全国,、はい、全国大会まで冬の京都の雪、うん、舞い散る中の全国大会に至るまで 何年も何年も取材に行き途中コロナを挟んで取材が難しかったり無観客の西京極スタジアムで選手たちが走る姿を見たこともありましたそう,、ね、そうだから最初の頃はなんていうか自由に出入りできてたスタジアムが、うんはい、やっぱりその2020年を境に、ね、取材申請を出した人だけが入れるっていうふうになったり、はいはい、いろいろその変遷があったんですけどね。ねもね本当にスポーツ新聞のの記者よりももしかしかたら我々駅伝取材の回数だけは 重ねているかもしれないっていうぐらい <laughs> あの京都の宮古王子に関して詳しくなりました。ですよね。いや、はい、かそこに関してがやっぱりすごい面白かったのはあのまあ今回の三四月号の特集でいうと受賞記念で牧女、はい、さんと。 長らくつかず離れずの友情を築いていらっしゃる森見智彦さんの対談で対談をついに実現の運びとなりましたそうなんですよねでもやっぱりその時に真木目さんがその自分は全部を知ってるっていう安心感がないと書き出すことができないっていうのを全く執筆スタイルが異なる森見さんに主張をしてらっしゃいましたよね、はい、実はこのお二人仲がいいふうに思われていますけれど 対談そのものがもう17年ぶりというねそうなんですしかも前の対談も八桁さんが、はい、17年前の対談もとそうなんですそうなんです、はい、17年前ちょうどお二人が初めて直木賞の候補になられた頃ですね、はい、森美さんは夜は短し歩けようとで牧野さんは、えー、鹿男青庭師、はい、で候補になられたっていう頃だったんですけど 多少デビューの頃お二人は書くものが近いんじゃないかっていう周りの見方があって、ねね、鴨川ホルモンというのがまさに京都の学生、ね、その学生たちがまあなんか楽しそうに遊戯にふける、うん、そういうだらっとした子たちを描い,、ね、描いてましたから森美さんと非常に共通したものがあるんじゃないかというかた、うんね、や森美さんもやっぱり京都と大学生、うん、そしてどっちかというとプラプラしてる主人公っていう,う、ねはい、ところが。 私は実は当時からこのお二人は同じものを描いてるように見えて全然違うと思ってたんですよ。やっっぱりお二人もご自分たたちでそう思ってらしたみたいたということがなんと今明かされたとそうなんですこれすごい対談でしたね。そうなんです、はい、だから記事の中には書きませんでしたけどきめさんがみんながあの二人はライバルなんじゃないかと。 ちょっとこう気を遣っているところに八馬さんだけが鈍感力で突破してきて17年前に初対談をしたとうそれは非常に楽し,い楽しい対談でしたし仲良し対談で2人の仲はこれをきっかけに一気に急接近したんじゃないですかですところがまあそこから徐々にですね、ええ、石井さんがつけてくださったこのタイトルがね「はいはい、友情と警戒の17年」っていう。ええ 会談タイトルすこれ何を指してるかというと森美さんはやっぱり警戒してたというかん,、ね、ん, <laughs> んかこう怪しい何をしでかすかわからない、えー、<laughs> 読めない男やぐらいの感じで思ってらしたと。はいはいはい しかし、やっぱり京都でだんだん忘年会とかをするようになって、だんだんと距離が近づき、年に1回、2>, はい、1> 2回は遊ぼうかなみたいな感じで、はいはい、でもそうなると逆にお二人は、お互いに関する仕事は断ろうという秘密の約束を結んでらしたそうなんですね。それもびっくりしましたね。この対談で初めてあっれた。つまり一緒に何か、例えば対談をするとか、うん、お互いのほにコメント書くとか、コメント書く推薦するとか、解説を書くとかっていうのは、もうやらないと、うん、やらないと。 密約があった <laughs> ということが明かされてましたね。かおかしいですよね。はい、しかしまあそんなこんなで17年ずっとこう一緒に遊んだりご飯食べたりというのをご自分たちのペースで繰り返しておられたんですけど、まあ今回は。 今回ばかりはお祝いということで、はい、密約の例外としようということでを破ってはいもう森美さんが非常に心よくはい奈良からいらしてくださって、はい、わざわざ奈良からはるばる来ていただいて本当に良かったです、はい、い,いい対談ができました、うん、そうすごくね森美さんが本当に何だろう喜んでくださって森美さんがあんなに嬉しそうな顔でね,でね,こね対談会場にやってきてくださる、ええ、見てて本当に幸せな気持ちになりましたね。 もう本当その非常に生き生きと自分がマキメさんの小説をどう捉えてるか、はい、そうなんですよ楽しそうにマキメさんの魅力を語ってましたよね <laughs> そうなんですんで,すでマキメさんはマキメさんでやっぱり森美さんのご本について最新刊のシャーロックホームズの凱旋とかも、はい、あれは傑作 やっぱお互いを褒めるってお二人にとってはすごく恥ずかしい気恥ずかしいことみたいで、えー、こういう場でもなければ話さないっていう、えー、あの非常に温かで充実していて。 ししかかどこか緊張感もあるそうなんですよ、うん、結構緊張感がありました、うんうん、お互いが喋ったことにですねびっくりするぐらいのスピードでもう一人がツッコミを入れる <laughs> これ芸人同士のですね掛け合いなのかっていうぐらい鋭いツッコミの応酬が見られましたよね一例を挙げると、うん、森美さんが「僕はマキ目さんとは創作論は語らない」と、はい、飲み会とかで「はい、劇団ヨーロッパ企画の上田誠さんとなら」はい お話しするんだけどっていうのを言ったときに、ええはい、ほとんどお話しするんだけどにかぶせるかのごとく真木目さんがなんでやってなんでやって言ってましたね早いな早い早いですよで森見さんも結構ね真木目さんが言ったことに対して細かいなって,なってやっぱりあれがある種回転の速さなんでしょうねそうでしょうね、うん、はい すごい妙妙な絶妙な絶会話でしたよねこの対談ページを開きますとなんとその17年前のお二人の対談した時の写真と現在の写真とがか <laughs> <laughs> これまさに、ね、ビフォーアフターみたいに並べて掲載されているという面白い見い見どころもあります <laughs> これもね勝手にやっちゃったんですけど同じカメラマンが撮影してるっていうのが素晴らしいですね。すここにね素晴らしいエピソードがあってあ、ね、これはあの記事でもお読みいただけますしあとあのポッドキャストにお二人の貴重な肉声が上がったんです、ねはい。 この辺りのねお二人のなんていうかこう大盤振る舞いというか気前の良さっていうのは非常に楽しかったですよね,すね対談の頭をちょっとだけ音声取ってもいいですかって言ったらどうぞどうぞ。 なななかなかいないと思いますよこういう作家同士の対談の本当の音源が、ね、しかもちゃんと文字でも記事化もされているものについて本当の録音も同時に公開するっていうのはう、うん、お二人はすごい「あいい、えー、けどそんな面白いんですか」みたいな感じでね <laughs> それもテンポを耳で感じ取っていただけると思うので。えーはい 合わせて読んでいただくともちろんこの原稿そのものが大変テンポのいい対談になってるし、お二人の口から放たれる言葉そのものがですね、うん、非常に論理的で明明白で,、ね、でそれをまんま文字起こししても十分ご読むに頼る面白いものになってるんですけど、うん、それをまあ同時に耳でも楽しんでいただけるなんですちょっと話それますけど 2>,、はい、2月号のグラビアで声優さんたちに本の読み方の取材をさせていただいた時 <laughs>、ね、りたはいインタビューした時に声優さんがおっしゃってたのが耳から 声を聞いてから声をイメージしてから読むとすごく頭に入るっていうのをおっしゃってたので試しにそれをやってみていただいてもいいかなって思います。なるほどね、はい、まずポッドキャストの方でお二人の声を少し聞いてみてインプットされてからインプットしてそこの声色ですよというイメージを持ちながら、はい、今度は文字で記事の方を読んでいただくあのテンポで喋ってらっしゃるんだって思うとまた楽しいんじゃないかなって、はい、そうですねそれはなんか新しい楽しみ方ですよね、はい、ですね。 もちろんね受賞作の小6とかもありますし私はあの川崎さんもインタビューとかさせていただいたりしていたのではい、はい、本当にお二人の個性のね差が今回の GO はとても面白い。まあ毎回そうだとも言えるんですけど、はい、やっぱりその受賞記念対談とそれから自伝エッセイと個性が出ますよね特に何かテーマを設定したりしないだけに <laughs> なおさらやっぱりその人のもっと ている人間性みたいなものがかなりダイレクトに出てくる。面白い対談で、劣勢であると思います。うんうん、この後、本当に充実していて、はい、あの二か月読んでいただくのに、もってこいだと思うんですけど。はい、私は。 米沢さんのお<う>土の上下。米沢さん土の上下、うん、桂警部シリーズの再開というのがう。これはね、また再開された途端に舞台が面白い,ってい、ねええ。面白いですね。<laughs> 皆さん覚えてますか？可燃物というミステリーベストテンの三冠、ね、ランキングをそうなめにした傑作があったということを皆さん覚えておられるでしょうか？去年のミステリーといえばい。はい。まだもし可燃物を読んだことがない方はぜひ。 本屋さんにまだたくさんありますんで読んでいただきたいと思いますけどす、ね、そのまたシリーズの新作が始まりました、はい、やっぱりもう参観を受けて米澤さんノリに乗ってらっしゃる、はい、面白いですね面白いんですこれもロジックがね本当にすごい今回私絶妙だと思ったのはうん、うん、分かりそうで分かんないんですよ犯人もかなり絞られてるし。えー、犯行機会も たどどれば分かりそうなんですけどそうです、ね、もうこれだって非常に舞台も分かりやすくて土俵なんですよ、ね、死体が発見されたの奉納相撲の前日に事件が起きるっていう、ね、容疑者も6人はっきり絞られている誰かが犯人なんですけどこれは難しいですねそうな,んですなんかねこうえアリバイとか追っていくんですけど分かりそうで分かんないんですよこのね,ね届かない感じがすごく面白くて、はい、で最後にあっ 全然違う筋から考えなきゃいけなかったんだっていう真相の明かされ方う、ね、旗と膝を打つこうだったかっていうことに気がつかされるというねいう切れたロジックだなそうですね素晴らしい作品です、はい、傑作です素晴らしい短編が載ってましたねですねはい。他はどうですかやっぱり宮下夏さんのお これまた宮下さんが本当に久しぶりの小説の新作そのものがものすごく久しぶりなんじゃないですか実は羊と鋼の森以来なんですよこれは本当にすごいことですね、はい、もちろん宮下さんその間もエッセイとかお書きになってますし発信とかお仕事も続けていらして、はい、こう本当にそこでずっと溜まってたものがふとあ書けるっていうふうに飛び出してきた 作品なんですよ。本当にこう大変熱い強い感情が込められている短編。そうなんです。短編でありながらなんか長い長い物語の序章のようなそういう読み心地のある作品ですよね。そうなんです。まずもうとにかく主人公の少女が本当に愛おしくて可愛くて、はいはい、この子に会うためだけでも読んでいただきたい。ん読んでいただきたいですね。大人として子供を見る目でもすごく愛おしいし。はい 自分がかつて子供だったことを非常に懐かしく思い出せるものででしかも素晴らしいのはその少女を取り巻く世界についていろいろ考えたくなるんですよねコロナ禍を経た世界という意味ではそこまでは我々と一緒なんですけどまさにこの今2024年の現在を舞台にしているのかなと思いきやなんか微妙に違うんですよねなんですけど世界を見てるのが 小学生なので、えー、その微妙な違和感が彼女の目から見てるからなのか世界がちょっと違うのか本当に違うのかっていうのがすごい巧妙に徐々に分かっていくんですよね、はい、これ絶妙の筆さばきというかまだこの世界の全容ははっきりとは分からないですけど<お>これはあれですかねこの後また第二弾第三弾と読みたいですけどねぜひともと思ってます、はい、本当、いや宮下さんこんなに、はい 巧みな S F が描、まあ、SF がけるある種、まあ、世界の設定が違う、まあがね、ということではね少し何か違うような気配が肌触りが今石を拾うというタイトルの短編なんですけれど少女の目を通した世界というのがう今我々が暮らしているこの2024年の日本と似ているようで何かが少し違うような なんとも言えない違和感みたいなものが感じられるそう,そう、SF を少し不思議と評したのが藤子、はい、F 先生ですけど、はいはい、F 先生の考えたドラえもんの道具にもしもボックスっていうのがあるんですよね電話をすると ちょっとだけ違う世界に行ける、えーはい、あれを使ったような感覚になれる見てる風景は今までの世界と同じ今私たちがいる日本と同じ,同じなんだけど何かが少し違う、うん、何が違うんだろうっていうのを考えるのがすごい面白いと思うんですよ何が違うんだろうって考えることがこの石を拾うという作品から広がっていく世界の秘密を解くことにもつながるし、うんはい 今の私たちの生きてる世界とか社会を考えることにもつながるんですよ,ですよ、ね、この世界を一回経由することによって今私たちがどういう世界で暮らしているのかというのが逆に浮かび上がってくるそう,そういう作品でもありますよねこのダブルミーニングは宮下さん本当に巧みこれすごいだって「石を拾うんですからタイトルが石を拾う」これね石を拾ってどうするのか、ね、楽しみですね。 すごい私巧み,巧みって言っちゃってるから、はい、テクニカルな小説なのかなって思われるかもしれないんですけど本当に感情が揺さぶられるエモーショナルな作品だと思いますよ。ぜひこれは今こそ皆さんに読んでいただきたいこれ今読んでいいたただきたいしこれからこの少女がどうなっていくかこの物語世界がどうなっていくかをやっぱり共に楽しんでいただきたい,いすですねリアルタイムで一緒に追っていただきたいなと思います。これれ完成された一つの作品として 読んでももちろんそれは多分おそらくですね、うん、面白い作品になるのは間違いないと思いますけど今このヒリヒリとこの熱いね、うん、出来たてほやほやの、はい、触ったら本当にもうパチッとこう,うなんか火花が散るようなうこういう時にやっぱりページをめくっていただくっていうのが雑誌の醍醐味じゃないかなと思いいまますねすね本当ににに宮下ささんんがが今今今見ていらっしゃるるものなでよ、ま、さに今がここにあると思いますね。うん これはもう本当に読み逃していいたただきたくないです、はい、これは素晴らしい作品素晴らしかったですね、はい。米沢さんの「土の上下」という作品とそれから宮下夏さんの「石を拾う」というそうですねこれをこれぜひお、はい、させていただきたい。小説も面白いし企画も面白い。というところで八山さんにいろいろお話を聞いてきましたが牧音、はい、さん、はい、あの直木賞をご受賞してから。はい もうどれぐらいになりますか三ヶ月ぐらい二ヶ月ぐらいになりますか 2> 2ヶ月ですかね,ねご受賞が決まってから決まってから、はいはい、どうですかなんかちらりと聞こえてきてる感じでは、はい、またもう早くも次の原稿に今そうなん取り組んでいただいてるという、はい、話も六月の刊行を目指して今すごい新しい情報がついに明らかになりましたね、はいはい 6月って今年の6月そうです今4月ですよそうなんですえもう2ヶ月後に何 <laughs> ですか牧キさん新刊が出るんですか去年の8月に8月の五所グラウンドが出たばっかりじゃないですかですはい6月といえば、はい、ということで6月のブリブリ議長という6月のブリブリ議長というタイトルの新刊が 出る、はい、その本に収められる原稿を今、はい、マキメさんが書いてる、あのー、8月の御所グラウンドが、はい、8月の御所グラウンドと12月の都大路けるのカップリングであったようにキメさんはその6月のブリブリ議長にもカップリングをつけたいとおっしゃっていて、はいはい、今そのカップリングを鋭意書いていらっしゃる。 これじゃあ皆さんにそう遠くないうちに、はい、オール読み物の紙面でお読みいただける日がで6月に本が出るっていうことはもう逆算すると間がないですよね<笑><笑>あのマキメさんしか頑張ることはできないんですけど、えー、一種の攻防戦です今はい、はい、そして実は冒頭は読ませていただいて<お> <laughs> 本当ですかはい。すごい面白かったです,すま,たまたマキメさんの新作を、はい、八重間さんがこの世界の誰よりも早く今読んでるわけですね <laughs> 皆さんすごいですね羨ましいですよね私もまだ一行も読んでおりません楽しみですはい。これまもなくいずれおー読み物でお届けできると思いますので掲載された号が発売された折にはまたしっかりと紹介していきたいと思いますここまでは言っても大丈夫だと思います三月に牧村さんが着手されたということで三月の何々というそういうタイトルなんですよねものが出たらあこれだなと思っていただけるそれが まあすでに6月の「ブリブリ偽長」という作品は実は昨年オール読み物で、はい、一昨年かな一昨年、はい、もう発表されたものがございますそれとカップリングされて6月に書店の店頭にもうほぼ間違いなく並ぶであろうというつもりで、まあ、<laughs> 真木さんちょっと弱気になってたけど準備を進めています、はい、でも我々が今準備を進めることはあんまりなくてそうあの今は真木目さんしか頑張れない <laughs> 頑張るのはまあ作者がまず頑張るという、はいはい、応援しかできないフェーズです、はい 京国夏彦さんから直木賞受賞のお祝いにいただいたという、はい、見ました <laughs> SNS で上げてらしたあのお写真を京極さんが本当につけてらっしゃるものと同じ革を使って作った指抜きグローブ、はい、指抜きグローブ革手袋あれをまき、あ、目さんが授、はい、賞式の時だったか何かに思い切ってお願いしてみたんですってう、ね、あの受賞のお祝いに、はい。 いいいただけななででしょうかないでしょょううかかとそしたらすごい立派な綺麗な輪塗りの箱に入って届いて,、はい、届いてこの間50勝後初めて京都で打ち合わせをした時に特別に私もつけさせていただきました、はいはあこれが昔から見ているあのグローブかと思いましたじゃあ今もしかして今頃もそのグローブをつけてしキーボードに向かっているかもしれない念を込めて、ね、念を込めてねですねはいそれ楽しみですね できました。今日は編集部の八重馬さんに来てもらいまして、まだまだ発売中です。ね、直木賞発表大特集3四月合併後、皆さんぜひ書店の店頭で手に取っていただけたらと思います。お聞きくださってどうもありがとうございました。ありがとうございました。